ここではより詳しくお伝えするために音声でのご案内をいたします。ようこそワゴン鉄道へ。地面の着色をします。一番下の塗りになります。丁寧に塗ると最終的な仕上がりが良くなります。3つのモジュールを同時に作ります。これが C1 リア式海岸のモジュールです。これが CC1 新幹線用の高架台です。これが C2 田舎の駅のモジュールです。着色を始める前に台座の部分にマスキングテープを貼ります。色移りの防止というよりもペンキが液だれをして固まってしまうのを防ぐためです。このモジュールの場合、地形の方にはマスキングテープは貼れないところが多いので、きれいに仕上げるためにはここできちっと押さえておくことがポイントです。マスキングテープ貼りは仕上がりが良くなるかもしれないという期待を高めてくれる嬉しい作業です。それでは地形の着色を始めます。まずは薄色のベージュからです。川岸や海辺の部分を縫っていきます。これは画面中央下に見えるチューブ状のもので、ホームセンターで購入した屋内用の水性ペイントです。次に地面の部分に茶色を塗ります。見ての通り大きなボトルに入っています。これはペンキ缶から移し替えたものです。茶は使用量が多いのでこれに補充しながら使っています。モジュール式はこのように手の届かないところに本体を倒して塗れるのが便利なところです。コルクにも茶色を塗ります。厚塗りをするとコルクがペンキを吸ってしまって硬くなってしまうような気がします。注意が必要です。モジュール式の場合、それぞれのモジュールの色の色調に大きな違いがあっては困ります。特に基本となるカラーは色を混ぜて作らないようにしています。表情の違いはこの上に重ねていくもので表すようにしています。ですので地面はこの茶一色を使っています。最終的に茶が目に入るのはコルクに塗った部分の一部だけで、縁の下の力持ち的な存在と言えるでしょう。力を発揮してもらうには小さな隙間の塗り漏れがないように丹念に作業することが必要です。岩肌にグレーを塗ります。地肌は茶色の上に 2,3 種類のパウダーを重ねることで深みを出しますが、岩肌はそれがむき出しになりますので、グレーが乾いてから白を使って陰影を出すようにしています。この部分は土手のようなところなので、岩肌が露出していることは少ないようにも思いますが、仕上がりが緑一辺倒というよりは変化がつけられるので、あちこちに岩肌を露出させています。高架線の台下の天板部分にグレーを塗ります。これは線路位置の目安になるものです。グレーは岩肌に塗っているものよりも少し明るいグレーで、これもチューブに入っている水性ペイントです。下塗りの塗料は結構な量が必要です。ホームセンターにある屋内用の塗料が安くて量も多いので愛用しています。いかがでしょうか。今はこのようなレイアウトになっています。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いします。